はい、どうも、空のホタテハワです。今日はね、プロ野球チップスをね、開封したいと思うのですが、この箱が見えると思うんですよね。これですね。これなんと、UFO キャッチャーで撮ってもらったんですよ、友達から。自分が撮ったわけじゃないですけど、こいつも開けていきたいと思います。まずこのこっちにある普通に買った分から開けていきます。何が出てきたか。これは？選手会長カードですね。楽天の選手会長、田中和樹選手のカードですね。はい。と、広島の田村選手です。のカードですね。うん。はい。まずこれは冒頭の普通に前買ってたもんですね。はい。で、ここからです。この子を開けていきたいと思います。ここに UFO キャッチャーあるじゃないですか。 UFO キャッチャーね、UFO キャッチャー撮ってもらったんですよ、友達に。自分そんな UFO キャッチャーとか得意じゃないんですけどね、撮ってもらったんで、野球の動画このチャンネルで少しあると思うんですけど、まあ野球から入っての動画を見始めた人はね、そんないないと思うので、需要そんなないんですけど、おいしそう。入ってますね。入ってますよ。6個入ってますね。じゃあ1個ずつ、ここにさっき当てた分を置いて、見ていきましょう。中川初めてですね。ベイスターズ、ルーキーです。渡来ですね。渡来って出たって日本シリーズ。この打ち方、読めてますね。中川もね、戻ってこい。はい、ですね。プロ野球チップスね、カードだけ目的で買ってる人多いと思うんで。でも自分しっかり食べてますからね、全部。
回これだけ出てきたんで、さあ何が出た？山下俊平君、スターじゃないですか。その分俊平か、山下俊平君と殿崎修太、西武の選手会長ですよ。当たりましたね、ついに西武。次のこれに行きたいと思います。まあでもこのシックスの箱を取ってもらったのに2ヶ月ぐらい前ですね。栗林さん、栗林、多分栗林選手と逆転の、小深田選手ですね。うん、はい、じゃあ次。意外とセ・リーグ今日そんな出てないですね。いや出てるか、阪神とか出てもいい気がするんですけど、長くとしますスターカードはそんなに出てないです。何が出てるか、これは岩崎と西川春樹じゃないですか。阪神出そうって言ったら出ましたね、やっぱりね。岩崎、岩崎ストッパーですよ、本当に。クローザー多いですね、なんかクローザーってかブルペンのピッチャーが中川もするし、栗林も岩崎ね。ただスターがまだ山下シュベーターしか出てないんで、シュベーター出たいな、バランスだな。さあ何が出るんでしょうかね。転売目的とかでやってる人多いと思うんですけど、自分転売の仕方わかんないんで、そんな好きで集めてるんで。でなんか佐々木朗希前からじゃないですか、あの最初の頃にスターのメジャー行ったらどんだけ上がるんだろうなっていうのは期待してます。お、中日で奪われてましたね。中日の予感です。お、石川修太、細川と石川修太、石川修太、そっか、龍の予感ね。うん、今で12枚、今のところ楽天が2枚で、カープが2枚、巨人、DeNA、オリックス、西武、阪神、ヤクルト、中日、ソフトバンクが、カープです。一斉終了。あら？どっか出てないっていうのが、あるよね。ロッテと、どれだ、ロッテは出てないよね。どっか忘れてる。
どこだ。セントラルが1,2,3,4,5,6。セントラルに出てパリーグが楽天、オリックス、西武、ソフトバンクが出てるから、まだ出てないのが、ロッテと日本ハムだ。ファイターズが出てないじゃないですか。あ、最後ですよ、もう。12球団も入ってるんですかね。これで12球団も入ったらすごいですよね。もう入ってないのでですね。島洋平、荻野と大島じゃないスターの大島と荻野駆け抜けろホームまで。大島じゃん、レジェンドですよね。もう2000安打打ってますからね。いやー、これで、こんな感じですね。こんな感じです。整理すると、楽天の選手会長カードが殿崎俊太と、田中和樹ですね。で、スターカードが大島選手と、山下俊平だですね。で、あとは普通のカードって感じですね。はい。まあ、ポジションでいい選手のカード。ワイヤーでしょ。カメラとかでワイヤー渡来ガイヤー小歌何やし小歌どこ中日を知らないです。ちょっとパシフィック見てない。大島のガイアでしょ。コセカーはファーストだったような気がするんですけど、ガイアってなってますね。あ、ガイアしてんだ。この中では。ん？で、帯の、ゲームタッチ。帯のガイアよね。え、ガイアしよくね。西川ゆき。ガイアし。え、こんなガイアとんの。玉崎シューター内野手だ。玉崎は、なんかここら辺守ってます。何でしたっけ、こっちかこっちか。で、ピッチャーでしょ。ピッチャーは多分、山下、石川が先発で、栗林を抑えの、こんな感じでしょ。小深田はちょっとわかんないのかもしれないですね。小深田
ッターはどこだ、守備位置どこ、この守備位置は内外野どこでも来れない、ね、ここら辺か、要はここら辺だな、この辺りどうかな、この辺りだってここ現代だもんね、パリーグの選手の守備位置を知らない、この先、この先は二塁だ、ここじゃん、じゃあじゃあこれでいけるじゃんねえ、で細川ってさ、あったもあったって、細川はどこを持ってるか、守備がどこだ、うん、外野手になってんね、やっぱり、外野手になってるけど、外野手だか、外野手か、内野とかもなかったか、え、外野手多くない渡辺も外野だ、渡辺も外野、外野手大補強ですね、今日は、いや、内野ですじゃん、ブルベンはいますよ、栗林を抑えにして、で、まあ、この2人に7回8回やってもらって、で、この2人が先発で投げてもらえればいいや、主砲がいないのこの順俊足こうだのチームですね、だって西川いて鬼のいて、小野島いて、一番がさ、田中克樹がいて、四番は多分この人かな、他打てるでしょ、四番細川以外こんなチームできたらキャッチャーがないね、シンプルに以上っすね。もう今日はここまで。次回もまた見てください。プロ野球の動画はたまーにある。